実況を教えていきます。第0回戦、シード対決ですね。大川さんとミオさんと、KR さんとフォールさんで戦ってもらっています。さあ実況していきます。開幕はまず KR さんが逃げて様子見、お互い牽制、おっと 5B 引っかかって、さあフォールさんの攻めが始まる。固めて逃げてジャンシーから触れたけどまだ攻める。クラッシュトリガー、バリが張ってないから崩れて、ここでバーストジャンシーを受けて 2D 引っかかったけど拾えない。 4B が怖い、ラグナーの足短くしてくれませんかね。並列ファング締めてまた画面端避けたけど下段1本取ったな、フォールさん。さあ第2ラウンド、開幕ブラッドサイスをマコトが空中で潰したが攻めているのはラグナー、どういうことだ。さあ勝利振って、またも勝利振って、クラッシュ処理がバリが張らないから、しっかり拾ってワンコンきっちり、でも2800安めですね。またもバリが落として、ヘルスファング締め、さあ画面端 2C なんでだ、フェイタル取って、さあここでもう最後のバースト競り勝ったのはホールさん、おめでとうございます。さあ次の試合、素晴らしい、右の台では大岡さんが勝ちました。素晴らしい、いやそんなことない、そんなことない。じゃあ1回戦の方も始めていきたいと思います。ピンクさんと春助さん、ピンクさんと春助さん真ん中の台でお願いします。何言ってんの。あ、準備できたら勝手にやってください。そのスカッシュバリうっとうしいからな、結構、うん、俺一番やるからそれ、あれやらんとやっとられへん。お互いバックステの直がして 2D しっかりガード、フリーフレームを狙っていく。 2D 六栄体育、久しぶり六栄体育見た、中段見えている、各班に立ち火を刺す。2020ブラッドダイスめちゃくちゃにやっていくよ。中段見えている、中段見えてない。いやいやこういうもんやから。さあお互いジャンシーで甘えたところを刺していくのがラグナ戦なんですかね。シャガパンで、さあお互いが昇竜拳ぶっこんでいった、昇竜拳ぶっこんで、まあ死なないけどゲージあるよ。あー勝ったのはハルメス、素晴らしい。そんな危なないやろが。あったらいけるっしょ。じゃあ荒くねやで、あの一発で相手食う荒くねやで。お互いワンチャン火力やで。残り1秒で右が逆転勝ち、素晴らしい。めっちゃ煽ってる、いいねこういうの。左が斬鉄ぶっこんでる、 3C の 6B のカウンターは拾わない。 3C のジャン B の中段通してバースト、ジャン C のシャガーパンからしっかりコンボ入れていけなかったけど、まあ気にしない。ジャン C ダメージ1300のジャン C。 5D めっちゃ長い、ジャン D が当たった、どうする、中段当たったけど気にしない。立ち D が潰されてのコンボ入れられる。さああれガーフですからね、上から落ちてくるやつ中段でね、投げ、さあこれは五輪銃、一本選手はパチプロ荒くね。フェイント使って
うまく翻弄していくハチプロアラクネ。画面端シャガファンから補正切って、まあ、バースト使うよね。投げ、おーおーおお、まあ五分状態から暴れている。画面端中段通して、まあ、コンボ入れていく。 6C、 まあまだ死なない。 8D、 さっきから 8D めっちゃ見てるけど、刺さって雪風当たって、こっからどうなる。危ない危ない、ああまさかの中断。ウラルーンさん、ウラルーンさん、ユラロンです。ユラロン、ユラロンさん、はい、じゃあ自分となんでよろしくお願いします。真ん中の台でお願いします。おおお、はい、誰か食べる。なんでよ。ということで、テイガー対テイガー、正岡さんが固めて、両方カウンター、バグでかわしてちゃんと投げる。正岡さんがちゃんと壊し当てて、コンボしっかり当ててく。あ、ちょっとミスってるけど、繋がってるから関係ない。お、おいしい。掴んで正岡さんが1ラウンド、両方ともバースト持ってる状態。まだまだわからない、両方とも。お、様子見からしっかりコパン、いい感じ。ちゃんとフルコン決めて、お、バックして刺すけど失敗して、投げた、いい投げ、しっかり投げて、あいつらと捕まえて無理やり置き攻め。中段見えない、ちゃんとコンボつながって、ガジェットフィンガー、お、ちゃんとノーマギャン威嚇だ。お、カウンターヒット、あ、投げた相手が投げ子を捨てて、しっかり投げて置き攻め、熱波か、熱波買って、両方ともよしよ、引っかかって、おー、あー、はい、ラッキーよう分からないけど、大時さんが1ラウンド、最終ラウンド、両方ともバスト残ってる、両方とも様子見、あ、両方カウンター、ちょっと笑ったじゃあガードして、バックして、そこ勝って、正岡さんがフルコンボ中、ちゃんとコンボできて、ガード、フォアチスカス、ちゃんと、おっと投げ失敗、でも破壊がなくて、中段見えなかった、バースト入った、おっと引っかかって、ちゃんとフルコンできてる、できてて、ね、暴れ潰して、これは難しいコンボ失敗しておっ、なんかとりあえずなんか様子見て 2C 体育、あっと正岡さんが攻撃当てて1ラウンド、1ラウンドちゃうわ、もうラウンド勝ったわな。次誰や、次が、これやってるか、受けたの時点でやばいからな団員がマジカルのガチ勢やばいやばい頑張ってン全然1回触ればワンチャンあるから、上から触った、ここからジャンディとフルコースかなと思ったけど、意外とそこまで、長さん意外とそこまでやってない感じなんで、意外といけるかも。おお、足引っかかった。 8D のシックル裏からドリル、置き攻めは拒否。 8B ラムだねえわ、ニューのターン、さあ漏れたけど気にしない。ジャン B から触っていく、 D が刺さる、ドリルはちょっと下段、しっかりコンボを決めていく、ディストーションで締める。さあ 6A を欲望に当てていく、 6C が暴れ潰しになり、そこからコンボをしっかりモードチェンジコン決めていく。あんま減らないね、やっぱ中央だから。ドリル拒否っていく、下段くらい、シックルから受け身狩り、
さあどうする。さあ踏み込んで画面端、ドリルは避けられる。まあ気にしない。端に追い詰められて気にしない。シックルが足に引っかかる。対空シックルが引っかかる。まだ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 。あ、勝ったのはナガ選手。じゃあ次ですね、真ん中の台お願いします。林原さんと大岡さん。林原さんと大岡さん。林原さん、じゃあ真ん中の台でお願いします。テンション高いな。左では中段もらった。さあ D で暴れてる。お前それ直されると一生4段以上いけねえぞ。さあ補正が切れてるけど補正じゃねえわ、何コンボビートビートだっけ。あれビートだな。ヒートって書いてある。あ、なんでもよ、もうこの 2D ぶっ込み鬱陶しいな。もう見てて悲しさしかねえわ。はい補正切り中段。 6C2 段目これが半端ない。4000さあいらねえだろ最後の。おいラグラで入んぞお前。さあ補正切り中段。これ繋がらないよ確か。バクステこすったらいけるはずや。さあお前その D こするプレイスタイルやめたらどうほんまに。進歩ないと思うよ。強いかどうかわからんし今んとこ。いやー今のは超ひじめできない。リボルバーブラストが必殺技扱いだから、うん、あー繋がるのに。アサルトするこすってる。どうする。あー当たった。おっぺけで全てが終わった。おっぺけおっぺけ